綺麗に結構つきやすいんですよね。普通にスプレーシャーっとするよりは結構均等に綺麗についてくれるので、どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日ですね、このスプレー、これのつけ方について紹介していきたいと思います。スプレーをねつける方って普段ねいらっしゃるかなと思うんですけど、スプレーつけるときに結構ねバーっとこんな感じでバーっとつけたりしませんか？でそれだと結構ね持ちが悪かったりとか、ただバリバリになったりとか、なんかそういう風な感じになる方って結構多いかなと思うので、僕らがねだいたい実践しているやり方について、紹介していきたいと思います。でまずスプレーつけるときにいろんな部位つけると思うんですけど、例えば前髪をつけるときって、普通に前髪もね普通にシャーってこうこのままシャーってつける方が多いかなと思うんですけど、まずねこう指にこう人差し指にスプレーをつけてもらいます。でその後前髪がねある方だったりとか分けてる方もそうなんですけど、まあ分け目のところから指でこうなぞるような感じでつけてあげると、綺麗に結構つきやすいんですよね。普通にスプレーシャーっとするよりは結構均等に綺麗についてくれるので、分け目がね細かい毛出てくる方だったりとか、前髪がすぐねカールが取れちゃうっていう方はこういうやり方をしてあげるとベストかなと思います。で次にヘアアレンジするとき、皆さんね遅れ毛も下ろされる方多いかなと思うんですけど、まあオイルだったりとかつけると結構ねペタッとしやすかったりとか、そのカールが取れやすいっていう方もいらっしゃるかなと思うので、そういう方は、スプレーをねまずまた指で取ってもらって、でその遅れ毛の部分を撫でるような感じにしてつけてあげる。こうすることによって毛羽立ちだったりとか、あとは、まあ、カールの持ちだったりも良くなるかなとか思うので、これも指でなぞるような感じでやってあげるとベストかなと思います。次に大体ねこう皆さん巻いて、でまあオイルだけで仕上げる方、バームだけで仕上げる方も多いかなと思うんですけど、スプレーでね最後にねこう取れたくないからってつける方もいらっしゃるかなと思うので、でスプレーでつける時って大体皆さん表面からねまたつけたりもする方って多いかなと思うんですよ。このままシャーっとつける方ね。でもこれだとせっかくねボリューム出すために巻いたけど、上からスプレーをかけちゃうとスプレーの重さでペタッとなってしまう可能性もあるので、まずねこの内側を上げて、でそのままスプレーを下からシャーッと入れてあげる。まあいわゆる空気、まあスプレーを空気だと見立てて入れてあげる。そういうことによって結構ねカールの持ちだったりとか、こうふんわりとしたヘアスタイルが持続するかなと思うので、そういう風な感じでスプレーをつけてあげてください。で最後に、でアホ毛とかも結構ねそのままスプレーつけたりとかされる方が多いかなと思うんですけど、それでもなかなか治らなかったりもするかなと思うので、まずねこの櫛あるじゃないですか、櫛にスプレーをかける。でその後にその櫛でそのアホ毛の部分を溶かす。たったこれだけです。これだけで結構ねアホ毛だったりとか細かい髪の毛がね綺麗に収まってくれるかなと思うので、こういう風にしてあげることによってね綺麗なヘアスタイルが持続するかなと思います。今はね冬の季節になってね、逆にねこうパサつきだったりとか気になる方はこういう風な付け方をやってあげるといいかなと思います。で夏だったりとか湿気のある季節もこの付け方すごく重要になってきます。汗をかいたりとかしたりねするとね、すぐカールが取れたりとかする方っていらっしゃるかなと思うので、そういう方もねこの方法だと結構持続しやすいかなと思うので、ぜひ、このスプレーの付け方ね、参考にしてもらえたらなと思います。まあ覚えとくだけでもいいかなと思うので、ぜひ参考にしてみてください。この動画良かったらいいねボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。またね、リクエストだったりとかコメントもお待ちしておりますので、ぜひね、ストーリーだったりとか、あとコミュニティとかにも上げてるので、そこでまたコメントいただければと思います。ではまた次回の動画で皆さん会いましょう。バイバイ。